やってまいりました、秀久の動画です。今日はですね、これ廃校機 N3604DJ に対抗して 40V 機マキタ ST001G が発売したので、どっちが強いのか対決ということでですね、今お客様に、パーチクルボードのこれ20mm を持ってきてもらったんで、これを 4J の、ステープルでどっちが深く入るのかっていうのをやってみようということですね。じゃあ早速行ってみましょう。はい、じゃあやらせていただきたいと思います。じゃあですね、今使っているのはマックスの純正ピンですね、 425J の弾を、打っていきます。これマキタの方からですね、いきます。これですね、残念ながら打てないんですよ。なんか弾がクチュクチュってなってますね。うん、ダメ、これどんなに上手に打ってもダメ。じゃあ廃校機はってことなんですけども、廃校機も今同じマックスの純正ピンを、入れさせてもらって、あ、クシュクシュってならない。なんでだろう、まっすぐ打ってるんですかね。なんないんだけど、結果打ててないということですね。ちょっと私以前の動画ではパーチの20に対して同じく425の弾を、打って打ち切れてるっていう動画を配信してるんですけれども、まあ、これ材料が変わったせいなのか、今回はですね、打てないという結果になりました。じゃあ、同じく、じゃあ今回のこの条件で、19mm の弾だったら打てるのかというところで、対決させていただきたいと思います。はい、じゃあここに 19mm の弾ですね、同じく打つと、あ、ちょっと油断すると浮くんですけど、まあ打ち切れてるですね。ちょっとここは僕の今打ち方下手っぴーがありましたけれども、なんとかギリ打ててるなって感じですね。廃校機、あ、なんかこっちのがダンって打ってる感じ。片手でも打てんじゃないかな。あ、片手でも打てるぞ。マキタは、あの、ちょっとですね、あの、なんか、お前、廃校機派だろとかって怒られそうなんで、一応、嘘なくやってますんで、マキタを、あ、うん、反動はね、マキタの方が反動来るから。でも、打ち切れないかって言われたら、打ち切れてるんですけど、深さ調整、いや、深さ調整は今、目いっぱいやっぱ深いだったんで、そうですね。廃校機の方が若干力があるなっていうのが今の僕の感想です。じゃあ、最後。ですね、これ、さっきも私実験してたんですけど、422の、これ中国ピンだったかな、韓国ピンだったかな、ちょっと、社外のピンで申し訳ないんですけど、ちょっと22の弾を、打ったらですね、なかなか違いが見れたんでよかったかな。ちょっと22でいきましょう。じゃあこの辺広いところに打ちますよ。ちゃんと力入れて、うん、5発中1発打てましたね。ただ1、2、3、6発か、6発中1発打てて、あと全部ぐちぐちってなってます。じゃあ、廃校機、ほら、ああ、最後ごめんなさい、油断しましたけれども、廃校機はですね、422が打ててる、これが分かりましたので、はい、というわけでですね、一応今回の今パーチクルボード相手のパワー勝負というところでは、こちら廃校機の軍配が上がったというわけですね。はい、じゃあまた別の勝負をしてほしいときはコメントください。以上、秀久の動画でした。お付き合いありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。